鹿島兼崎、2018年1月24日撮影、鹿島アントラーズは明くる1時、リーグ第3戦のアウェーシドニー FC 戦へ、敵地で公式練習を行った。3日の J リーグガンバ大阪戦を皮切りに、移動時間が長いオーストラリア遠征を含み16日間で5試合を戦う派。と日程のため、怪我人以外でも FW 兼崎やペドロ・ジュニオール、MF 小笠原、DF 政子らが同行していない。